ばい、うわ怖いねこれ、残酷すぎる、イケメンだぜ。はいどうも皆さんこんにちは、ボルボックスでございます。今回もスクールボーイズの続きをやっていきましょう。さあということで、前回さくやくんのエンディングを回収することができたので、再び選択肢まで戻りまして、今回はね、サブローくんか、うん、さくやくんの片割れ相方でありますサブローくんの、エンディングを回収しに行きましょう。前回は校舎裏に行くとね、さくやくんルートだったので屋上に行ってみましょう。さあ屋上でなんだろう、日向ぼっこでもしてるのかな、屋上あんだけど、屋上行こう。すいません。そういや屋上って閉鎖されてるんじゃ、え、そうなんだ。ん、学生時代の思い出を振り返りながら屋上へ続くドアノブを握る。ひねるか、あ、開いてるね、普通に開いてる。へえ、今はもう入れるようになったんだね。こんな立派な屋上なんだね、閉めておくのはもったいないですよね。初めて見る屋上はいくつかベンチが置いてあるだけの休憩所のような広々とした場所だった。俺が卒業した後に整備されたんだな。うん、お、あそこにいるのは一番奥のベンチで誰かが横になってるのが目に留まった。そうだね、本当に猫山くんはまんま猫なんだね。うん、なんだろう、水も苦手で犬も苦手で日向ぼっこがね好きだから、うん、猫山ってだけありますね。サブローくんだ。じゃあ弟くんもこんなことするのかな。ね、シロウくんも。俺が近づくと、そこには風に、髪をなびかせながら気持ちよさそうに眠るサブローの姿があった。かわいい。え、でもさね、おそらくサブローくんは爆睡してるんで襲えるぜ。いいね。襲えちゃうね。うん、これは初っ端から急展開、いい展開ですね。うん、その寝顔はなんとも幸せそうで見ていて思わずにやけてしまう。もっと見たい。その思いのままに俺は顔を近づける。起きるんじゃない。おっと、近い近い、いいですね。これサブローくんが目を開けた途端翔平くんの顔がね直上にあるんだよね。これは BLBL してますね。BLBL してるよ。ん、あ、あ、いいですね、驚いてますね。いいですよ。そりゃ驚くよね、急にね、とっさにっていうかね、頭上に人の顔が現れたら。俺の気配に気づいたサブローがうっすらと目を開けた後カッと目を開く。何しとんねんお前。サブローは起き上がると同時に勢いよく俺を押しのけた。おはようサブローくん。おはようちゃうわ、なんやお前、人が寝てるところに顔押し寄せやがって。いや、サブローくんの寝顔があまりにも可愛かったからつい、特に何も思わず素直に感想を述べる。なんなん、自分もあれな、そっち系な。あ、そうだね、サブローくん知ってるからね、しんちゃんの銭湯に来るあの変態紳士たちを。え、そっち系って、言わすな、アホ、分かってるくせに。いいか、俺は断固ノーマルやからな。なるほど、サブローくんはのんけくんだね。そんなのんけくんを我々の世界へ引きずり込む、なんとも楽しい展開ですね。勘違いすんなよ、俺は女にしか興味ないや、ボンキュッボンが好きやねん。なるほどね、うん、悪くないね。どっちだっていう話だね。ああ、なるほど、そういうことか。何も言ってないんだからそんなに必死こいて弁解しなくていいのに。分かった分かったよ、別にそんなつもりで覗いたわけじゃないんだ、ただその好奇心というかどんな顔してるのかなって、気になっただけ。どんな顔って何やそれ。まあええわ、そやったらええね。ああ、札幌のせいで眠気も覚めてもだわ。4時半まで何しよっかな。そうだね、文化祭準備はいつも通りないんだったね。ごめんね、せっかくの熟睡、睡眠を妨害して。それにしても眠ってるのによく俺に気づけたね。ああ、俺そういうのに敏感やね。本当に猫なんだね。ヒゲでもついてんのかな。ね、猫ってなんだっけ、普通のヒゲの他にアンテナみたいな長いヒゲがあるんだよね。
気配とか、小さく動くもんとか察知するの超得意。まるで猫だな。敏感ね。いいことだね。いいですね。翔平くん何を考えている？敏感な子は大好きかい？これは今回こそ翔平くん暴走しちゃうよね。楽しみ。ね、全然暴走してくれないから、前回惜しいとこまで行ったんだけど、全然翔平くん、ね、初段に対して暴走しないから、そろそろ暴走してほしい。それにしても暇やな。何もすることないやん。部活も休みやしな。あ、そうなんだ。部活は何してんの？バスケ部。お、バスケなんだ。あ、なるほど。咲夜くんも一緒か。咲夜と、咲夜と一緒や。そうなんだ。バスケユニ姿、これまたいいね。そうだね。ちょっとあの無防備な感じがね、いいですね。あれはなかなかの露出度だからな。そうだね。なんだろう、一番部活で露出してる、露出してるっていうか、露出度が高いユニフォームって陸上だったかな、私の学校は。その次バスケとかがな、あ、卓球も結構えぐいね。何の話だこれ。ノースリーブだから見放題の脇、ブカブカのハーパンだから見えそうで見えない太もも、そしてその奥、たまらねえ。一度目にかかりたい。ぜひ咲夜くんと一緒に来てみてほしい。そんなことを考えてると急に三郎がベンチから立ち上がる。そうや、おい三郎、いいことしてたら、ちょっとこっち来てみ。なんだろう。そう言うと三郎は屋上の奥の方へ進んでいく。いいこと教えたら。そうだね。お、今回すごいね。翔平くんグイグイ来るね。うん、翔平くんからそういうノリにね、なってもらえるとこっち的にもとても進めがいがあります。さあ、そのいいこととは一体何なんでしょうか。中二男子の言葉に思わず妄想が膨らむ。俺が期待して近づくと三郎はそこから外を見てニヤニヤしている。ん？何見てんの？ほら、あっちの方、よーく見てみ。そう言って、一点を指す。ん？なんかある？スナイパーだ！スナイパーに狙われております。違うかな。何もないね。その先には、三崎学園とは別の学校があった。そうか？そうなのか。ん？まさか、三崎女学院？ちょうど、こっから見えるんだ。あ、なるほど。のんけくんだからね。せやねん、せやねん。でな、タイミングよかったら、体育で校庭に集まるブルマ姿の女子が、女子の姿が見れんねんで、素晴らしい。ちょっと俺もさせてくださいよ。いかんいかん。もしかして、覗きをするためにここへ？覗きとは失礼な。健全な中学生男子による、普段疲れた体に対しての目の教養、という歴とした、理由があるねんぞ。そういうの巷じゃ覗きと言うんだよ。ブルマね。おっと、いいこと思いついたかな。うん、ぜひね、猫っぽい。猫っぽいっていう言い方もあれだけど、うん、猫山くんにブルマ姿になってほしいね。女装してほしい。俺は女学院には目もくれずサブローを見る。なんだ、教えてくれるってのはこういうことか。がっかりしてますね。あれを見て逆る三郎くんなら興味があるんだけどな。うん、あ、そうか、それを見ながら逆っている三郎くんを見るのが趣味なのか。それはまた巧妙な趣味を持ってらっしゃる。ブルマだってこの子が履いてくれるなら興味あるし、やっぱり完全に翔平くんは女の子に興味ないんだね。うん、三郎くんのブルマいいね、たまらん。せやろ、やっぱ女子のブルマ最高やんな。変態か。二人揃って。なんだ、真に受けてんのか。いや違うな、三郎くん。なんだろう、今の翔平くんの発言には気づいてなかったのかな。どう聞こえていたのか、三郎は無邪気に喜ぶ。あ、なるほどね。その、なんだろう、三郎くん的には履いてもいいんだね、ブルマを使用済みなら。そういうことなんだろうかね。おいらも翔平ちゃんと同意見だな。誰だ？サブちゃんのブルマ姿だったら見てみたいな。ん？え？同志がいますね。おっと！慎太郎だ！あ、そうか！
猫山くんは慎太郎くんのこと好きなんだよね。そして慎太郎くんはそんな三郎くんのブルマ姿が見てみたいと言っているんで、これは脈ありですね。恋のした方を振り向くと、そこには慎太郎が立っていた。お前なんでこんなところにね。慎太郎くんの、慎太郎くんの班も休憩かい。そうだよ、今日は特にすることないし。しゃ、めっちゃ、なんだ、こんなに警戒してんのか。えらく警戒されてんな。そうなんすよ、このにゃんこちゃんなかなか懐いてくれないんでね。まあそういうところがまた可愛いんだけどね。うるさい、お前といるとごっつ調子くるね。頼むからあっち行け。釣れないな、俺たちの中で一つお風呂へ一緒に入り互いに体を洗った、洗い合ったじゃないの。なるほど、そういう関係か。お前らそういう関係だったのか。いいね、ちょっとなんだ私のスケール好きはないくらい。この子たちはもうできているのか。せやな、さすが戦闘屋の番頭班はテクが違うで。って何言わすねん、アホ。相変わらずノリがいいね。そのノリでこっちの世界へいらっしゃいな。あら、慎太郎くんはそうか、我々と同じ部類か。すごくない3人中2人がこっちテリトリーだからね。うん、こっちの世界だから。残念だったな、猫山くん。ここは我々の世界、ザ・ワールドへ介入するしかないようだ。誰が行くか。俺はノーマルや、女子にしか興味ないね。ボンキッポンが好きやねみんなにこの説明してんのか。はいはい、サブちゃんそのセリフは聞き飽きたよ。うん、もっとバリエーション増やさないと芸人の夢は叶わないよ。芸人が夢か、マジか。俺まだまだ未熟けど、ネバーギブアップや。芸人の夢は絶対に諦めへん。おう、世界中のやつらを笑顔で満たしてやるんや、芸人としてな。うん芸人としての間違いでしょうまいこと言うね。あ、そうやったそうやった、芸人や。世界中の芸人、俺の魅力を教えてるんや。ちゃうわボケ。パチ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 よかったね、今のは切れたよ、切れてるね。拍手を送るな、拍手を。はあ、あかん、俺やっぱ最近おかしいわ。うん、恋をしてるからね。あの日からやな。何があったんだ。あれがあったあの日から、俺はなんか違う方法へ進もうとしてしまってるんや。頭を抱えてのた落ち回る三郎をよすに、俺は慎太郎に耳打ちをする。慎太郎くん、もしかして三郎くんの、三郎くんをバラの道へ引きずり込もうとしてるの。ごめんと。なるほど、この子は先輩ですね。なになに、翔平ちゃんもそういうのいけちゃうの。まあたしなむ程度に。いやいや、お前モサだろこの道の猛者だろお前は。ほほ、これはまたいい情報を得られた。サブちゃんね、あと一押しでこっち落ちそうなんだけど、どうも最後の最後で踏ん張ってなかなか来ないんだよ。んー、じゃあなんだろう、サブローくんもまんざらじゃないのかな。うん、なんと。なるほど、そういうわけか。ま、あまり強引にやっても良くないし、じわじわと攻めていってるんだけどね。それはそれで酷だと思うが置いておこう。洗脳か、もはや洗脳だこれ怖いな、サイコパスですね慎太郎くん。なるほど、今回サイコパスも出てくるのか。ただこれでどうして三郎がここまで取り乱すのか分かった。なるほどなるほど、三郎くんそうだったんだね。うん、慎太郎くんのことが好きなんだと思います。ここは俺が人肌脱ぐ ことになりそうだな。またか、今回も恋のキューピッドと化すのかね。一向に彼氏彼女の関係になれないね。うん、まあそんなもんか。思春期に憧れを抱いても変に臆病になって飛び出せないことはよくあるそんな少年の背中をそっと押してあげるのは大人として当然の役目さ。にやり、思わず笑みがこぼれる。うん、いい流れだねこの先いろいろと面白いことになりそうだぜ。あ、もうええわ、暇も潰れたし、俺は先に教室戻る。やい、お前札幌に変なこと吹き込むなよ。うん、そうだね、さらに札幌くんからの猛攻を受けてしまうと多分即落ちだからね。札幌くんこっちの世界へ来てしまう。いいね、大歓迎ですよ。
にゃ、俺は、あれはオイラたち二人の秘密だからね。アホ、そういう意味ちゃうわ。もう一回な、あんま近づくなよ。そう言ってサブローは屋上から逃げ帰っていった。シンタロウくん、いい趣味してるね。やっとどうしよう、見つけられたね。でしょ。今度は二人でにやりと笑みを浮かべると、俺たちも続いて教室へ戻った。でもやっぱりコクだよね。もともとのんけくんをこっちの世界に引きずり込むのも。教室に戻るとしっかり全員が揃っていた。担任の先生に報告を終えた友と翼が戻ってくる。さあ1日目終了ですね。何もしてねえけどね。はい、みんなお疲れ様。今日の岬祭実行委員のお仕事はこれでおしまいです。すんじゃ帰っていいよ。お疲れ様でした。ふう、そんじゃ俺も家に帰ろう。うん、こっからはいつもと同じ流れなんで、分岐するまでスキップします。はい、ということで、おそらくこの辺りで分岐したと思います。札幌くんが、食事を終えてね、家族団らんの時間を過ごし実に戻ってまいりました。ふう、自分の部屋に戻りベッドに腰掛ける。この世界に来る前も確か今頃ここで寝ちゃったんだよな。今目を閉じたら夢から覚めるんだろうか。まだまだこの世界にいたいな。うん、もうちょっとだけ。明日もまたみんなに会えるといいな。さあ分岐しましたね。猫山くんルートでございます。サバロくんたちと、もっと仲良くなって美咲祭を一緒に過ごしたい。うん、今回は同志もいるからね。しんちゃん、しんちゃんのストーリーもじゃあ気になってきましたね。そんな気持ちを抱えながら、俺は眠れ落ちていった。さあ美咲祭実行委員2日目ですね。ん、翔平、朝よ、起きなさい。リビングから母の声がする。会社行かなきゃ。のそのそとベッドから這い出たところへもう一声。何してるの、ゆっくりしてると学校に遅刻しちゃうわよ。ん、俺は勢いよく立ち上がり姿見で自分を見ると、うん、そうですね、2日目でございます。冴えない中学生のままでございます。いつも通りですね。夢はまだ覚めていない。夢の中で目覚めたんだ。しゃあ今日もバッチ、学校へ通ってるぜ。ガチャ。どうしたの、大きな声なんか出して。体調でも悪いの、今日は学校休む。いや、なんでもない、大丈夫。心配する母へ満面の笑みを送ると、母は、不安げに引きつった表情とともにリビングへ消えていった。昔のお袋ってちょっとしたことで心配してくれたんだな。これが現実じゃなかなかそっけないから。不意に自分の成長、また家族からの愛を感じる。といけね、あんま感傷に浸ってったマジで遅刻しまうぜ。さあ行きましょう。はあ、いい天気だ。学校に行くのがこんなにも楽しみだなんて、中学生の時にこれを感じられれば最高だったな。体が軽い、世界が俺を中心に回っているようだ。俺は浮かれた気持ちで駆け出した。その時、うえ、こんなありえるんか。なんだろう、いやいや、そこにはそんな入らへんて。ん、うぎゃ、マジでいるよった。えっぐ、うわ、ありえへん。え、まさかのグロパート。このゲームそんな要素があったのか。何を詰め込んでいる。あれに見えるわ、サブロー君。本を見ながら、一人で楽しそうにはしゃいでいるのが、カバーのせいで中の本は、ん、何の本かはわからない。声をかけてみようかなと思っていると本に、あ、本読んでたんね。熱中したままのサブローはふらふらと横断歩道を渡り始める。またトラックのうんちゃん、心臓止まりかけるね。サブローくん、危ない。え、わっ、毎回人殺しかけてるもんね。このトラックのうんちゃんよ。間一髪、俺はサブローの袖を思いっきり引っ張り、彼がトラックと接触するのをギリギリ防ぐことができた。危ねえぞガキ、信号はちゃんと守りやがれ。何度目だよ、と捨て台詞を残してトラックは去る。やっぱり平行世界なんだね。信号は赤だった。ふう、危ねえ。サブロー君、読書も結構だけど信号くらいはきちんと見てから歩かなきゃ。どの口が言ってんだ。いいね、猫を抱えております。
いいですね、これは。ちょっとどこ触ってんねん。どこ触っているの、サブロー君。どさくさに紛れて。猫山くんの胸を。はい。当のサブローは、突然の出来事に状況を未だ飲み込めずにいるようだ。俺に引っ張られて倒れ込んだサブローは抱きかかえられるような格好で道端へ倒れ込んでいる。うん、これは助けたというのか、セクハラか。なんかそんな感じにも見えるね。猫毛に猫目に刃、ほんと猫みたいだ。彼をこんな間近で見たのは初めてで、こんな状況にもかかわらず思わず俺は見とれた。あ、すまんサブロー、俺つい漫画に夢中になってもうて。ようやく現状を理解したサブローがいつもの慌ただしい様子に戻った。いいよいいよ、それより無事でよかったよ。おお、サブローの顔がみるみるうちに好調していく。悪いけど、そのそろそろ話してくれへんか。やっぱりそうだね、気づいたか。あ、ごめんごめん。サブローに見とれて彼を抱えているのを忘れていた俺は、彼の言葉を聞いて手を離し立ち上がらせて歩き始めた。ほんまごめんな、今度から歩き見せんようにマジで気ぃつけるわ。札幌がおらんかったら、いや今頃あの世行ってたかもしれん。ほんとだよ、せっかく。何これ、俊敏なんだから歩きながら、まあ、やめような。あ、これ読んでた本。俺は三郎が落とした本を拾い上げてそれを渡した。あ、サンキュー。札幌、この中身見た？え、そんな内容。そんな内容の本、エロバイブル。なんだろう、え、グロい本じゃないの。見てないよ。どうして？いや、だったらええね。思春期の男子が嬉しそうに読んで他人に見られまいと、ひた確信する。わかりやすい、あまりにもわかりやすいよ少年。うん、今靴にしまったそれはバイブルなんだね、まさしく。それより今度なんか俺のせいなのかな。うん、そうなんだ。なんだって、札幌は命の恩人やもん。今回はね、おごってもらえる立場かな。さあ、今日お昼ご飯おごったろか。そんなん悪いからいいよ。中学生は所詮まだ親のすねかじり、親御さんのお金は自分のために使いなさい。はあ、何言うとんねん。あ、いやいや、こっちの話。あ、サブロー君、ほらあっち、君の好きな女学院生の生徒たちだよ。お、ほんまや、やっぱ可愛いな。ちょっと待って、初日よりもちょっとテンション下がってない？ちょっと徐々にやっぱりこっちの世界に来てるね。あまり興味がなくなってきてないか、これ。あれ、何度かリアクションが薄い。もっと派手に興味を示すと思ったんだが。おはよう、二人とも。何、女子学生に見ちゃってんの？らしくないぞ。ポンと俺たちの肩に手を置きながら慎太郎が現れた。あ、おはよう慎太郎くん。我が同志よ。同志が現れるのは初めてですね。うわ、出た。おはよう翔平ちゃん。そんでサブちゃん。うわ、出たはないっしょ。せっかく朝から会えたんだからもっと喜ぼうよ。喜ぶか。お前が現れるたびこっちにはろくなことがないね。そうだね。またまた大げさな。それよりさ、この前貸した漫画読んでくれた？あんな悪趣味な漫画読むわけないやろ。え、それは今隠したバイブルでは？今日中に返却してるわい。ブーブー、せっかく貸してあげたのに、それないよサブちゃん。貸したって強引に押し付けただけやないか。あ、そうなんだ。俺は借りたいなんて一言も言えへんで。まあそう言いなさんな、おいらの粋な計らいなんか、なんだからさ。あ、向こう側に、赤峰ツインズ発見。今回は大所帯ですね。ほんじゃおいら先行くよ、二人ともまたね。そう言って慎太郎は俺たちを残して走り去った。まるで台風のようだ。慎太郎くんに漫画なんて借りてたんだね。えっげつない内容の漫画やで。札幌も興味あったら後で見せるわ。男と男男と男が愛しちゃってんねん、ほんまありえへん。なるほど、これは強がってますね。顔が赤くなってるぜ。それってさっきまで夢中になって読んでいたあの漫画？ちゃうわ、誰も夢中になってなってへんぞ。生き差し、ん？生き死に
生き死に？F と漫画のことを思い出してペラッと見ただけでビンゴ L 本だ。でもまさか同性のもんとは予想外だ。信号無視しちゃうほどの試し読みだね。うん、あ、それでそっちに惹かれたんだから、女の子たちを見てもあんま反応しなかったんだ。そういうことになる。俺はニヤニヤしながらサブローを からかう。なことあるか。男なんかより女の方が断然好きに決まってるやろ。まだガードが固いですね。まあ2日目だからね。信用してへんな。ええー、よ、こうなったら証拠を見せるわ。そう言うと、サブローは女子学生の集団の中に突っ込んでいった。大胆だね。なあ、そこのかやこちゃん方、女学園の、子やろ。俺、三崎学園のもんやねんけど、よかったら放課後お茶でもせえへん。え、あなた、三崎学園なの？確かあそこってホモップルだらけだって聞いたけど、そうなんだ。なるほどね。そうなの？それじゃあ逆に私たちがあなたに聞きたいことあるんだけど、本当に三崎学園なんてリアル BL の嵐なの？これはミイラ取りがミイラになるというか、そんな状況ですね。バラの世界ってどんな感じ？君は受け？攻め？なるほど、気が合いますね。不女子の方々でございます。いいね、ウェルカム。どっちかっていうと受けっぽいわよね。確かに。それかヘタリ攻めってとこかしら。これは絶望だね。キャッキャとはしゃぐ、女子たちの中、サブローは呆然と立ち尽くすほかない。サブちゃん、おとなしく帰っておいで。どこ行ってもゲイやホモの話ばっかり。俺はこんなん認めへんぞ。なんとも意図哀れ。一目散にかけていくサブローを追いかけて、俺も一緒に学校へ向かうのだった。なるほど、もう少しで落ちますね。早くも。はい、なんですが、今回時間もいいところなんで、この辺で以上とさせていただきます。次回もお楽しみに。さよなら。